私を構成する人間関係、家族、友達、仲間、言い方はたくさんあるんだけど、私の力になってくれる人がいるし、助けてほしい時に助けてくれる人もいる。一緒にいて安心する人、笑い合える人。でもそれだけじゃない。私を不安にさせる人たちにも出会ってきた。傷つけられ怒りを覚えた人、私が嫉妬した人、悲しい思いをさせられた人、納得いかないことを言われてやるせない気持ちにさせられた人、いろいろだ。うん、いろいろの人たち。でも言われて気づくこともある。私のこういうところがダメだったのかな、次はこうすればいいのかな。だったら人間関係において私の相手になる人は私の成長を促す人たちなんだって思ってみよう。より私らしくなるための鏡になってくれているんだと勝手にそう解釈してしまおう。そしたら今の私が会いたくないなと思っている人と、将来あんなことがあったねなんて話せる日が来るかも。そんなストーリーを勝手に想像しながら人と接してみよう。そうすれば私に関わる人たち全員にこう言えるようになる。ありがとうって。これはそんな本当の私を追求する物語。伊勢ヶ原アワー鈴木ひかるという私、始まります。皆さんこんにちは。総合エンタメバラエティプログラム伊勢ヶ原アワーの時間がやってきました。この放送はインターネット放送局 C ウェブよりライブ放送をしています。番組終了後にはアーカイブ放送が YouTube にアップされますので、そちらもご覧ください。本日のメインコンテンツは鈴木ひかるという私鈴木ひかるの鈴木ひかるによる鈴木ひかるのためのコンテンツです。本当の自分、本当のやりたいことを探っていきます。自己紹介をしていきたいと思います。高校3年シンガーソングライターの鈴木ひかるです。よろしくお願いします。はい、当番組ではメッセージをお待ちしております。私やゲストへの応援メッセージもお待ちしています。
メールアドレスは senju@cwave.jp。 ツイッターはハッシュタグ伊勢河原でつぶやいてください。また生放送中はフレッシュにてコメントも可能です。お待ちしてまーす。はい、さてさて、本日もですね、ゲストをお呼びしています。ホットでクールでファニーなエンターテイメントパーティーハードロックスターバンド、ムロック、オクロックの皆さんです。素敵なパフォーマンスを早速ご覧いただきましょう。どうぞ。チェックワンツー、チェックワンツー、ベースオッケーですか。チェックチェック、はい、チェック。ギターオッケー。ギター聞こえてる。どうもこんにちは。今会えるロックスタームロック、オクロックです。こんな時間にね、我々が北千住に降り立つっていうのもね、非常にレアなんですけど、結構ね、まあ、やっぱロックスターともなると夜出没率が高いわけなんですけど、こんな昼間にね、皆さんとのこの楽しむ感じ、空間共有する感じ、なんですか、明るいからね、いろんなところまで俺たちの細部まで見えちゃうんじゃないかってちょっとドキドキしてますけどね。まあそれなりに、こうお昼というかこの3時半ぐらいの時間なりの我々のライブ楽しんでいただけたらなと。特にですね、バンド、いつものライブハウスとかじゃない、こうアコースティックライブっていうのもね、非常にレアですんで、まあ後でアーカイブで、まあ、YouTube でも見れるっていうことなんでね、ぜひね、この生放送をお見逃しした方も、こう見ていただいた方も、うん、まあ、ただあんまり後でね、じっくり検証されるとね、なんか非常に恥ずかしいんですけどアーカイブをじっくり確認されるのはちょっとあれですけどね、音入ってやったら問題ないです。結構ね、生放送この時間がタイトでね、我々、ムロックオクロックいつもなんていうんですか、マイペースな人間が多かったりするもんで、セッティングがねバタバタしまして、チェックしております。それ見たらいいです今日はね。まあ短い時間だけど20分ぐらいかな、うん、こんなシーウェーブっていう場所でスタジオでライブさせていただくっていうのもなかなかない機会なんでね、これ貴重な、非常に貴重なね映像になると思いますよこれ、皆さんね、ぜひね保存してください、 DVD に保存してください、ね、保存版、永久保存版で C-WAVE 久しぶりですね。前はトークしかやったことないんで、本当ライブは初めてなんで、3年前ぐらいかな、前やってたのは。そんな前ですか。そんな前だね。マサ君のマイク入っててよかった今俺結構マサとかね、マイクなしで、はい、オフマイクで喋ったりするからドキドキなんでね。そうですね、はい、3年前ぐらいじゃないかな。3年前はでもこんなね、うん、まあ大所帯じゃないですけど、ね、5人ではなかったですね。5人じゃなかったね、うん。ムロクさんすみません、はい、伊勢川のプロデューサーです。すみません、ドタバタしまして。あ、伊勢川さん、はい、ありがとうございます。今ですね、ちょっと、はい、もう一度セッティングの方、ベースの方がちょっと、はい、機器のトラブルがありまして、はい、今ちょっと直しますので、大丈夫そうですか。その間私つなぎます。あ、わかりました。なんとかやってみます。その間はこう、はい、トークしてた方がいいんですかね。いや、その間は音出しとかの確認をお願いいたします。チェックで、はい、で本日ですね、鈴木光という私ということで、ムロック、オクロックさんに来ていただいてるんですけども、初めてのね、バンド形式でやってみようと。でバタバタしながらやりまして、でちょっと時間がないという感じになってるんですけどね。でこの初めてのね、バンドの演奏というのを生放送してみるんですけども、こちらのムロック・オクロックさんの応援メッセージですね、こちらの方をまずお送りください。 C-WAVE ですね、senju@cwave.jp までご連絡ください。あとフレッシュですね、コメントの方もガンガンお待ちしておりますので、よろしくお願いします。
ベース来ましたか。来ましたか。そいつ抜いてリアつける。青いやつ。ん？まあ、直すか。今直です。その俺の今度はここが拾わなくなっちゃう。そうなっちゃうんで。ね。面白いね。さて、ですね、じゃあその間にね、告知だけしてしまおうと思います。ですね、伊勢河原のラジオ版ちんまり伊勢河原がジャパンクロスラジオ内の CAV チャンネルで毎日22時半から23時の間やっております。今週は女優であり妖精を目指す結城優香さんをお迎えしてトークが繰り広げられていますので、ぜひともね、そちらの方も聞いてみてください。あと伊勢河原メンバーの小川康介の音源が、ライブ会場とかその他ね、ダウンロードコンテンツで購入可能ですので、そちらの方もお願いします。まだセッティング中かな、もうちょっとかな。すいませんね、あのファンの皆さん、申し訳ございません。もう少々お待ちくださいね。で、年末にはあの伊勢河原ライブ、あのこちらの方があの春日部のキッチン職場ビレッジにて開催予定です。詳細は近々 SNS 上で発表しますので、そちらの方もぜひともよろしくお願いします。OK ですね。それではあのお待たせいたしました、ムロックオクロックさんの素敵なパフォーマンスの方をご覧ください。どうぞ。オーライ、お待たせ、ウィーアームロックオクロックです。おい、どうもお待たせしました。今日ね、あなたの今夜あなたの夢にお邪魔します。あの子中毒、今日はもう大丈夫、綺麗さっぱり忘れたはずだぜ。あの日けじめはつけたよ、俺は前見て歩いてゆくのさ。じわじわ、なぜか溢れる消えない感情、どうにもその目を見たら吸い寄せられる。辛い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 、やばい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 、怖い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 、あきれるぐらいまた好きになる。嫌い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 、ダサい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 、弱い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 、抑えきれないこの衝動は、あの子中毒。恋焦がれただけ、フラフラ熱し冷まされ疲れちまったよ。知らない奴の隣で楽しまないで。なぜるから、あの子中毒。
独君に中毒どうもありがとう、改めましてこんにちは、今会えるロックスタームロックオクロックです。君に会いたい、君に会いたい、でも忍耐、でも忍耐、ところで What time? ところで What time? ムロックオクロック、みんな、この時間だけは俺たちのことを見てくれてるよね。どこもあの今日の晩ご飯何にしようかななんてことは考えちゃダメだからね。今この時間だけは俺たちムロックオクロックのことを愛してください、じゃないと俺の独占欲が爆発しちゃうから。ジェラシックパワー、ワン、ツー、スリー、フォー。どうもありがとう。し今日ね、Cウェーブお招きいただきまして誠にありがとうございます。俺こうやって、まあ、インターネット今日生放送なんだけど、普段から
ツイキャスっていうねツールを使って配信をしております。毎日配信してまして、もうまあ2年以上連続でやってんだけど、そちらの方もねぜひよかったらチェックしていただければなと思いますんでね。でまあそこでね、まあ、いろんなまあ地方の人とかともまあつながって知り合って、うん、だからここ C ウェーブでも、今日この番組通してまた新たなつながりができたらいいななんて思っております。そんな皆さんのことを死ぬほど愛していきたいと思っております。 I love you too です。見つけてしまったんだね最高の日に、苦しみを消し去るかけがえのない時間、理屈じゃ語れないね衝撃のフィーリング、悲しみを忘れる嘘みたいな自分の純粋に壊れてる、似た名前も気になる。 I love you today、 あなたのそばにいるだけで何も言えず、この心臓も壊れそう。I'm crazy about you、 あの日出会わなければもっと普通に息をしてたでしょう。始まりは
もありがとう。ありがとうございます。短い時間ではありましたけども、次の、ね、曲で一応このミニライブみたいなのはね、ラストになりますんでね、その前にね一つだけ告知させてください、俺たちね今度11月5日の月曜日に、渋谷クラブクワトロでライブします。これですね、クワトロはちょっと我々ムロックオクロック史上まあ一番大きいちょっとスペースのキャパの箱になりますんでね、ぜひね11月5日チェックしていただきたいなと。あのかのミリオンアーティストガオさんも一緒に出るイベントなんでね、そのガオさんの名曲さよならを最後にみんなでセッションしたりしますんでね、ぜひ11月5日チェックしてください。ではどうもありがとう。126 226 34がなくて5もなくて626アゴラックでした。ラストね、ヒーローにも限界があるけど俺たちには限界なんてもまだ全然ないぜ。皆さんの限界もきっと先の方にあるでしょう。限界ヒーロー限界
はいはいはい、おおすごい、はーい、あ、あ、あ、マイクが、はい、あ、あ、あ、お、聞こえますかね。ムロック、オクロックさんの皆さん、ありがとうございました。イエーイ。いやー、ほんと、ね、すごい素敵でした。あ、ありがとう、なんかすごい面接みたいな感じですね。ちょっと動かしましょうかね。調子のいい言葉並べて、誰が得してるのか、君ならできる、君らしくない、君だから君のためへ。うるせえじゃんお前がよ。もうキャパオーバー。皆さんこっち向くんですか。すごい私前、あ、そうですね、前の方がいいかも。そして皆さん前向きましょう。私めっちゃ緊張しちゃう。男連中が5人に、ね、その囲まれたらね、はい、はいはい、皆さん大丈夫ですか。大丈夫ですか。はいはいはい、ということでですね、あ、大丈夫ですか。ちょっとでしゃばってる。でしゃばってください、ぜひ。じゃあ行きますね。はい、本日はホットでクールでファニーなエンターテインメントパーティーハードロックスタンドバー、あ、スターバンドムロック、オクロックの皆さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。イエーイ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 。いいんですよ、あの噛んでいただいて大丈夫です。すいません、すいません、すごい、はい、長いだけが本当に取り柄みたいな。いやいやいや、そこでいきますんで。はい、あ、じゃあ感想を早速私から。はい、お願いします。なんかロックって、はい、イメージがなんか頭を回す感じ、はい、こう頭をこうヘッドバンキングですか。あ、そうですそうですそうです、はい、そういう系のバンドの方々なのかなと思ったら、はいはいはい、全然違くて、いい意味でですね。いい意味でですよ。もちろんいい意味でですよ。はい、すごくあの曲も今4曲歌っていただいたんですけど、はい、全部覚えちゃいました、はい、本当ですか、うん、じゃあちょっとぜひ。ですね、限界ヒーローなんとかだだだだですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。甘いおかげですね。ありがとうございます。はい、じゃあ、あ、そうですね、メンバー紹介を早速お願いしたいと思います。はい、はい、ボーカルのムロックです。ウォー、イエーイ。はい、ギターのマサです。どうもです。イエイイエイ。DJ 担当のオールです。イエーイ。ベースのボブでーす。イエーイ。最後ドラムのカルビーです。どうもよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あの今日、はい、すごい、あの打ち合わせの時から、はい、あの大人の方がたくさんいて、はいはい、ちょっと緊張してるんですけど。そうですよね。すいません。全然大丈夫です。大丈夫ですか。だってもう我々下手したらね、こんなこと言いたくないんですけど、あのお父さん世代みたいなレベルになりかねない。あ、え、そんな、そんな。あ、それは嘘ですね。嘘にしてきます。嘘にしてきます。ちょっとね。うん、ちょっとね。ちょっと。弱。ヤンパパ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 。まあ、初めて言いました。さあ、はい。ということで、はい、あ、そうそう。さっきからずっとちょっと噛んでしまってるんですけど。はい、ムロック、オクロックさん の、はい、あのバンドの由来とかを聞きたいんですけど、はい、あ、そうですね、はい、あの、まあ、俺ムロック、ボーカルムロックが、
最初、まあ、以前やってたバンドがまあ解散とかしまして、うん、で新しい何かするときに一回こう一人で何かプロジェクトというかプロジェクトバンドみたいなのをちょっとしようかなと思って、で日本であんまり自分の名前をバンド名に入れてるバンドってそんなに思い当たらなかったんですよ。海外だとまあボンジョビとか、うん、まあ、あのバンヘイレンとか、まあ、ガンザンドローデーズもそうなんですけど、うん、まあ、そういうバンドがあるんですけど、日本だとあんまりいないなと思って、ムロックムロックムロックオグロックだと思って、こうなんかちょっとそういう韻を踏むのがまあ好きなのと、あ、まあ、なんていうんですかね、あんまりこうちょっと決めすぎない感じが俺的には良かったんで、あのちょっとムロックオクロックでいこうと思って、まあ、ちょっとあの某有名バンドとちょっと少しなんか被ってるぞって最初言われたんですよ、うん、あの日本のなんかちょちょ聞きました、ね、あの1時ぐらい1時みたいなバンドとちょっと似てんなって言われたんですけど、俺当時あの失礼ながらその彼らの読み方をちょっと僕分かってなくて、はい、全然知らないな知らないなそんなバンドはっつってで、まあ、突き通したんですけど、 はい、あんまりあれかなと思って言わなかったんですけど、ピンときてないですね、ちょっとわかんないです。大丈夫です、ムロックオクロックを覚えていただければ大丈夫です、大丈夫です、なるほど、はい、そういうぐらいで、はい、やってます。でも、まあ、若者に人気なバンドですよね。そうだね、まあ、そのバンドの宣伝をする気は俺はないんだけど、ワンオクロック、あ、そう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 ですよ。今ね、カンペ見たらね、そう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 、クンオクロックって書いてあったからあ、え、そんないたっけと思って、ワンオクロックね、それあの今ね、後々ギスギスしないですか、そのなんか大丈夫ですか、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、なるほどなるほどなるほどね、字が読めないみたいなことになってね失礼だぞみたいな大丈夫ですね、いや、はい、申し訳ない、ありがとうございます。まあ今そんな感じなんですよ、はいはいはい、我々の由来は、ね、はい、あ、まあ、ちょっと言いづらいかもしれないですね、ちょっとあのムロックオクロックってこう、うん、オクロック、そうですね、うん、僕はあれっすよ、あの、うん、よくあのムロックじゃなくてミューロックって言われますね、あのミューロックミューロックって言われます。それどんな海外の方のお友達だよそれ。それ結構オクロックはそのまま読めるんですけどね。なんかミューロックっていうの、そうですね、これみたいな。英語読みにするとやっぱりミューロックみたいになっちゃうんですけど。ね、確かに、はい。でもそこはやっぱり我々日本人としてムロックで、ね、そうですね、はい。そこは分かりやすさも大事なんで。分かりやすくね。はい。聞かせていただいてますよ。はい、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。あとはですね、今後バンドとして目指す目標とかあったりしますかね。あ、そうですね、はい、まあ、さっきもちょっとライブ中に言わせてもらったんですけど、はい、まあ、今度ちょっと今までのライブハウスより少し規模の大きい渋谷クワトロでライブをやったりするんですけど、はい、まあ、何よりも、まあ、そのもちろん大きい会場でどんどんやっていきたいっていうのはあるんですけど、うん、まあ、ゆくゆくは、まあ、それは東京ドーム 2days なんてよく言ってますけど、私はそのただやっぱりね、その見てくれる人が、うん、まあ、笑顔になってほしいなと、うん、こう、まあ、ロックさっきあの光さんも言ってくれたんですけど、はい、なんていうかこう別にヘッドパンキングしてもいいんですよ、あその頭を揺らす振りがあってもいいし、うん、俺たちはどっちかというと、まあ、何でもできるというか、そのお客さんが自由な感じで楽しんでくれればいいなっていうところで、まあ、やってて、もちろん好きなロックっていう根本は芯はあるんですけど、うん、とにかくそのライブに来てなんかちょっと元気になったなと、なんかこうライブを見て、まあ、トータル見てくれて少しパワーもらって、なんか明日からのまた日々の、まあ、学校ですか仕事ですか何でもいいんですけど、こう活力になったみたいな感じになってくれた人が一人二人とこう増えてくれればいいなと、だよりその規模を大きくしていきたいなっていうところが、まあ、目標ですかね。うーん、なるほど、そんな感じですね、割とこう、うん、ちょっとこう壮大な目標といいますか、いや、そういうのあった方がいいと思います。そうですね、いや、なんか何言ってんだ、そういう、こういやよ、すごい、もう、はい、間違いないです、いや、間違いないです、いやいや今俺すごい、いや、ほんとに、いや、ごめんなさい、いや、大丈夫です、いやね、違う、私も、シンガーソングライターをやらせていただいているんですけど、はい、いつもなんか、池袋じゃない、渋谷のエッグマンとかで、はい、あのワンマンとかやってみたいとか、あ、はいはい、言ってるんですけど、ちょっとお母さんにはね、いや、そんな、ね、ちっちゃいことじゃないんですけどね、はい、そこじゃなくて、うん、東京ドームとか、はい、武道館とかって言いなさいって言われて、あ、そうそう、だから、わかります、うん、でも確かにその最終的なところはその東京ドームとか武道館ってやっぱ上げててもいいと思いますし、ですよね、そのただステップとしてやっぱそのステップって言い方がいいのか分かんないですけど、うん、まあ、エッグマンとか目標ってのは全然ありなんじゃないですか、はい、やっぱり、うん、俺もそうですよ、だから、うんうんうん、その東京ドーム 2days とか言ってますけど、うん、その渋谷クワトロがあって、うんうん、まあ、どこどこやってとかこうやっぱ言ってますもん、
そういうのはそういう一つの規模っていうか。あ、そうですよね、はい、我々もねエッグマンでやったDVD がね、はい、発売中というかエッグマンでなさったんです、渋谷エッグマンで、まあはい、あのイベントっていうか一つのイベントのライブって感じだったんですけど、はい、やったことありますね。おーすごい、ぜひ、はい、一緒にやりましょう。あ、ね、あ違いますか、セーフじゃないですか。いやいやいや、ぜひぜひ、行くわ、うんね、ぜひよろしくお願いします。やりましょうよね、はい、そんな、ムロコクロックさんなんですけど、なんかコンセプトとして、はい、今会えるロックスター、はい、ということなんですけど、うんはい、とっても私は面白いと。そうなんですよね、うん、今アイドル、うん、まあもうアイドル戦国時代っていうには、まあ、少しちょっと何年か経ったかもしれないですけど、うん、世の中にもう会えるね、今会えるアイドルっていうのはいっぱいいるというか、そうですね、まあ、そういうキャッチのアイドルもいますけど、そうですね、今会えるロックスターっていねえんじゃないかなと思って、確かにロックスターなのに会えるんだみたいな、これ面白いんじゃないかなと思ってまあ掲げてるんですけど、あとその、まあ、ツイキャスさっきも言ったんですけど、まあ、ネットの配信をちょっとやってるもので、うんはい、よりこう距離を近く感じてもらえるような、うんうんうん、ロックスターなんだけどすごい距離近いなと、だけどライブとかで行ったらやっぱり光ってんなみたいな、うん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 、なんかそういう立ち位置でいたいっていうコンセプトがありますね。うーん、身近なんだけど超スターみたいな、あなたの身近なロックスター、ムロックオクロックですみたいな、こう、ね、うーん、そういう気持ちはありますよ。なるほど、はい、ムロックさんにとって、はい、ロックとは、ロックとはですね、はい、これよく言ってるんですけど、はい、生き様ですね。かっこいい。その人の生き方が、うん、俺はロックだと思ってます本当に。これはどういう、例えばやれお酒を飲むとか、はい、タバコを吸いまくるとか、はい、なんかその物を壊すとかまあそれはあれですけどそういうなんか一般的なそのロックのイメージのにとらわれない、やっぱその人らしさっていうのを貫いてるのが俺はロックじゃないかなって思ってます。そういう感じですね。かっこいい、かっこいいですね。なんか響いていただきました今。いやすごい響きました。すごい、なんか俺やりましたよ18歳のね、可憐な乙女に響かせることができていやかっこいいですね。ありがとうございます。いやでもなんかロックをやってる方ってすごいかっこいいなっていうイメージはありましたね、ずっと。ただですね、うん、だからさっきも生き方、生き様だなんて言いましたけど、うん、結構だから一般的なロックのイメージにとらわれてる人から見ると、あ俺たちなんかその、まあ、俺もそうなんですけど、そんなロックじゃないよとか、なんかね、あのちゃちゃ入れてくるね、あの分かってない連中がいるんですよ本当になあ、なんか、まあ、俺たちは特にあのドラマーのね、あのカルビーとかも、うん、そうですね、あの優しさがちょっと天井知らずでもんで確かにライブ中もずっとなんか優しさがやばいんですよ、病的なんですよ。ニコニコしてましたね。エンジェルなんですよ、通称エンジェル、はい。まあ一番、まあベースのボビーとか、ね、ボブとかはねパーティーやろうみたいな感じでちょっとあれですけど、だけど彼もねやっぱ普段は本当にジェントルだったりして、まあ DJ オールマンね、割とまあ出会った頃からまあフラいやいい意味で、いい意味で、うん、まあマサはまあこんな髪の毛とヒゲですけど、うん、まあそういうね、うん、でもこれがムロックオブロックですということでやってます。なるほど、すごく分かりやすく教えていただきまして、ありがとうございます。はい、じゃあ最後にですね、はい、皆さんに告知がありましたらお願いします。はい、はい、まあ、先ほどもちょっと言ったんですけど11月5日ですね、はい、渋谷のクラブクアトロでライブがありまして、俺たちの出演時間は夜8時ぐらい、オンタイムで7時50分、19時50分になりますんで、ぜひあのチケット予約とかはホームページの方からねできますんでね、はい、ぜひチェックしてみてください。11月5日月曜日、渋谷クアトロで会いましょう。待ってます。会いましょう。よろしく。イエイ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 。あ、フレッシュをねチェックしろということで、いつもコメントが来てるんですけど、お、今日もこんな感じで、おい、たくさん来て、あら、あら、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、あ、じゃあ、そうですね。そうですよね、はい。ちょっとだけ、じゃあ読みますね。はい。ロックすごーって来てます。ロックすごーですね。イェイイェイ。ハードで、ハードで、うん。長いな。ああ、あれですね、あれがですね、キャッチがね、キャッチがね、うん、長いよ、長いです、うん、覚えて、あー、バンド T シャツ着て くればよかったのにってあるんですか着てくればよかった、あれバンド T シャツってあるんですか、
あ、俺、あ、ブロックオクロックのね。そうですね、俺たち自分たちのバンドで言うと誰も幸せ半蔵くん、あ、半蔵くん、半蔵くん、バンド T シャツ着てこいよな、俺たちもな、うん、宣伝しなきゃな、販売中ですから。おいくらで、おいくらで、え、ギターの人、ギターの人誰、ギターの人、うえこの野郎はい、うん、イケメンですよ。あざ、あざ、各社取り揃えてますから、軽い、ありがとうございます。ブロックさんかっこいい。いや、よし、Thank you, thank you, baby. はい、という感じでありがとうございます。どう、ありがとうございます。コメントありがとうございます。コメントがね、たくさん来てます。まだまだよろしくお願いします。はい、それではですね、ムロックオクロックさんには番組の最後までお付き合いください。ここでですね、伊勢ヶ原からのお知らせをしたいと思います。はい、10月の27日、土曜日ですね、私静岡出身なんですけど、そうなんです、静岡の方いらっしゃったり、僕隣ですね、隣、隣だから、僕愛知県なんです。愛知県、はい、よろしくお願いします。なんて言えばいいか。まあね、そうそう、俺たちその大阪とか行くときにね、静岡よく通って、あ、そうですね、通ります、そうなんですね、行きますよ、ちょいちょい、そうですね、めちゃめちゃ、めちゃめちゃいいです。お 気に入りとかあるんですか。猫いたの浜松だっけ。あれ違う、あれ違いました。ごめんなさい、ごめんなさい、別にです。そう、そうなんです。そうで、久しぶりにあの静岡に帰りまして、静岡県の富士市の方で、富士パフォーというタイトルなんですけど、私も、そこでライブをさせていただきます。はい、 ありがとうございます、すいません。そして、10月30日の火曜日、月に1回ですね、浅草木馬亭の方で歌とお笑い、演歌とか、あとは笑いとかいろいろあるので、ぜひ来てください。あとは11月の13日、そこは池袋でライブを行います。11月の18日日曜日は、吉祥寺の GB というところでライブを、はい、行います。で、最後に11月の27日火曜日、西川口ハーツ NK ハニーボムでライブを行います。はい、そして、伊勢ヶ原メンバーの小川康介さんの音源が公式ホームページをおよびライブ会場にて購入可能です。はい、1分前ということで、はい、じゃあ最後にですね、吉祥寺駅東口シーウェーブスタジオ千住、北千住駅東口シーウェーブスタジオ千住ハウスから生放送でお届けしてきました伊勢ヶ原アワー、鈴木ひかるという私、いかがでしたでしょうか。皆さんどうでした。最高でした。楽しかったです。ありがとうございます。はい、本日も残念ながらお別れの時刻がやってきました。本日のゲストはムロックオクロックさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。イエーイ。次回の伊勢ヶ原アワーは11月7日水曜日15時半からの放送です。お楽しみに。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。